アルビレックスタイムス。ここからはレディースコーナーです。10月27日電化ビッグスワンでホーム最終戦が行われました。試合の立ち上がり、才木選手がドリブルからそのままキープし坂口選手へ、惜しくもゴール左へと外れてしまいます。前半34分にはコーナーキックのチャンス。北川選手がダイレクトで合わせますが、ボールはゴールの上へ。0対0で折り返した後半19分、細かくボールをつなぎ坂口選手。しかし相手キーパーの正面。試合は両チーム無得点のままアディショナルタイムへ。ホーム最終戦を勝利で飾りたい、その強い思いが実を結びます。相手のクリアボールを上尾野目選手が奪い、園田選手へ。左足から放たれたシュートはゴールネットを揺らし1対0、笑顔の勝利となりました。アウェーで行われた最終戦も勝利し、レディースは今季のリーグ戦を5位で終えました。現実を見た時に、ギャップがやっぱり正直、あったと思います。はい。チームを率いて1年目の山崎監督、1月のチーム指導日にはインタビューで自身のモットーを漢字一文字で表してもらいました。私が掲げたい1文字です。前です。山崎監督が掲げた前、あれから10ヶ月チームにどう反映できたのでしょうか。失敗を恐れずに、リスクを恐れずに取り組んでいくっていうことを訴えかけたつもりなんですけれども、それも大きく変わりましたし、実際には一番変化した部分かもしれないです。その選手一人一人の中にミスやリスクを恐れない心っていうのが、育ったっていうのが、一番力を発揮したい、その公式戦という本番の場でそれを示すことができた、表現することができたっていうのが大きかったと思ってます。で、プレー面でも最初の選択肢にその前っていうのがないままにプレーしているところがあったのが、前半戦よりも後半戦、その成長の進み具合っていうのは僕の想像以上でした。尻上がりに良くなっていくチーム作りをしたいっていうものに、沿うような成長曲線を描いてくれたんじゃないかなっていうふうには思います。それは選手個々の部分でもそうですし、我々が一番大事にしている組織としての成長も、加えて、大きく進んだ部分じゃないかなというふうに思います。監督として指導者として、今シーズン選手の頑張りとか成長には大変満足しています。一歩ずつ確かな成長を遂げてきた選手たち。リーグ戦18試合の中で印象に残っている試合はどれでしょうか。あまり僕選手個人を評価したりとか、このゲームをピックアップしてとかっていうふうに考えないんですけれども、あえて挙げるんだとしたら、前期で言うんだったら1対0で勝ったアイナック戦、後期で言うんだったら2対0で勝った浦和戦、この2試合が非常に印象に残ってます。前期やはり守備の構築に、力を注ぎましたし、苦心した部分もそこだったんですね。その中でアイナックという、強力な攻撃陣を擁しているチームに対して、クリーンシートで、終えることができたっていうところ。後期の浦和戦に関しては、守備だけでなく、攻撃の面でも、かなりのチャンスを作って、その中から、2点をもぎ取ることができたという意味で、自分たちの力が十分に表現できた試合だったなというふうに思いました。
そして24日には皇后杯の初戦を迎えます。まだまだ我々の課題として試合をやってみないとわからないっていうところがあるので、その差が大きいっていうところがあるので、まずその初戦を大事にしつつ、その後も一戦一戦、当たり前に月並みに言うような言い方ですけれども、それがほとんど全てだというふうに思ってます。一発勝負トーナメントなので、それが思い切り自分たちの結果にも進み具合にも反映されることなんですけれども、結果以上に目の前の試合にどれだけのパワーを持って挑めるかっていうのは、我々今シーズン受け身でやれる試合は一つもない、チャレンジャー精神でっていうことを言ってきたので、焦点になってくるところだというふうに思ってます。5位っていう結果で終わってしまって、悔しい気持ちでいっぱいでした。アルビレックス新潟レディースに加入して10年目の小原ゆりや選手、節目となる2018シーズンはリーグ戦全試合に出場、ポジションも攻撃的なミッドフィルダーになりました。監督がやっぱこう求めてるものをやっぱ瞬時に理解しながら、そういったチーム状況っていうのもそれぞれ感じてるとは思うので、メンバーそれぞれがやっぱそこで出させていただいた分、自分にできることっていうことをやっぱ一番に考えてプレーはしていました。20歳ぐらいの時にサイドバック起用されてから、結構サイドバックでの出場機会が多かったんですけど、それ以外高校生だったり小さい時は結構前線でのプレーヤーだったので、自分の持ってるものを頑張って出し切って貢献しようとはすごく努力はしてました。はい、結果は伴わなかったんですけど、サポーター皆さんに結構言われたんですけど、すごい楽しそうにしてるねとか、すごくいいねとかって言われてたんですけど、強い気持ちっていうのは前線ではすごい大事だとはすごく感じながら、入るときはやっぱ消極的にならず、今できることをっていう気持ちで臨んでたものが、ピッチで出てて、良かったのかなと思います。リーグ戦全試合に出場した小原選手、ベストゲームはと尋ねると意外な答えが返ってきました。ベストゲーム、もう全部が全部波乱すぎてちょっと記憶にないんですけど、そうですね、強いて言うならどの試合ですかねっていうぐらい、もう必死でした。とりあえず今年はなおさら、ポジションが変わると同時にやっぱシステムも変わるっていうことで、慣れるというか、そこのポジションをいかに自分のものにするかっていうことにすごく必死っていうのはすごくありましたね。なんか442でそのまま行くとはまた今までとは違ったフォーメーションの中でっていうのもすごく大きかったの でやっぱりこうメンバーだったりもその都度変わってってた中で、前後左右っていう選手とのコミュニケーションだったりっていうのの大切さというか、そういうのをすごく重点的に置いてた中で一試合一試合こなしてたので、とても何がどの試合が一番とかではなく、全てにおいてなんか一試合一試合がすごく濃くて、結果が伴わない分やっぱ失点も多かったとかっていうのがすごく一試合一試合が重かったので、あまりちょっと、ベストっていうものがちょっと出てこないです。